このトリケラトプスなんですけど、割と完成度がめちゃくちゃ高いです。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴビルだ。いやいや、はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターダイナソーの続きになります。前回の動画でティラノサウルスからテロダクティルに組み替えました。このテロダクティルなんですけど、思ってたより羽が大きくて、さらに可動範囲もティラノサウルスに負けないぐらいすごかったので、これはすごい良かったです。はい、今回の動画はテロダクティルからトリケラトプスに組み替えます。はい、ティラノサウルスとテロダクティルの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではトリケラトプスに組み替えます。完成、トリケラトプスです。はい、今回も見事にトリケラトプスに組み替えました。このトリケラトプスなんですけど、割と完成度がめちゃくちゃ高いです。ティラノサウルス、テロダクティルと来て、最後にトリケラトプスで終わるというのが結構いい終わり方だと思ってます。はい、ザクッと全体を見るとこんな感じです。ちなみにこれ青色だったら完全にアバレンジャーの爆竜トリケラトプスです。はい、では改めて近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。トリケラトプスの特徴である2本の角が目立ってます。目のパーツ造形はティラノサウルスと一緒です。はい、そして胴体はこのようになってます。胴体の造形はティラノサウルスとテロダクティルとほぼ一緒です。はい、そして前足はこのようになってます。前足はちょっと手抜き感があります。後ろ足はこんな感じです。今まで使われてなかったこちらのパーツはトリケラトプスに使われるパーツです。後ろ足も前足同様にちょっと手抜き感あります。はい、そして尻尾はこのようになってます。尻尾は意外と可愛いですね。はい、ではこのトリケラトプスの可動範囲について説明します。このトリケラトプスなんですけど、ティラノサウルスとテロダクティルと比べるとあんまり動きません。まず頭部がボールジョイントになってますので、このように動きます。ただこれ頭部パーツが前足に当たっちゃうので、あんまり動きません。そして前足はこのように前へ動かすことができます。これ横に移動しないのがちょっと残念です。そして後ろ足はボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと動きます。最後の尻尾はボールジョイントになってますので、このようにグリグリと回転します。はい、ポーズを取らせてみるとこんな感じです。あー、やっぱティラノサウルスとテロダクティルがめちゃめちゃ動いて、このトリケラトプスはあんま動かないんで、なんか迫力にちょっと欠けますね。こんな感じで背を伸ばしてる猫のようにポーズを取らせることもできます。はい、それでは最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。これも前回のティラノサウルスとテロダクトル同様に、今回の恐竜はいわゆる模型サイズですね。ちなみにこのトリケラトプスも乗せてみます。はい、乗せてみるとこんな感じです。あ、これ大きさ的に全然違和感ないな。あの遊園地とかにあるお金入れたらパンダが動く乗り物ありますよね。もうまさにあれですねいや、でもあれと比較しちゃうと今回のトリケラトプスが結構でかいですね。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、これも前回同様にレゴマリオと並べてもあんま違和感ないというか、マリオのペットみたいじゃあ乗せてみます。はい、乗せてみるとこんな感じです。なんかこうやって乗せちゃうとトリケラトプスがちょっと小さく見えます。では最後はこちら、トリケラトプス変形合体ロボハイパーカノントプスと並べるとこんな感じです。毎回言ってるんですけど全然違いますね。にしてもハイパーカノントプスめっちゃごついな。横から見るとこんな感じです。あ、そうそう、ちなみにこのハイパーカノントプスの頭部なんですけど、今回組み立てたトリケラトプスの頭部をベースに作ってます。これわかりますかね。これ若干似てるんですよね。これ正面から見たらちょっとわかるんですけど、ハイパーカノントプスの頭部と今回組み立てたトリケラトプスの頭部は似てます。あの消し
足でそのまま使ったわけじゃなくて、造形の一部を使ってハイパーカノントプスの頭部を組み立てました。はい、それでは最後にこちらのハイパーカノントプスをロボ状態ハイパートリケラ獣王に変形させます。はい、完成！ハイパートリケラ獣王です！おー、このハイパートリケラ獣王なんですけど、めちゃくちゃ強そうに見えます。僕的に3号ロボ以降は、めちゃくちゃ強くするために結構ごつくしてるんですけど、今回結構、ごつごつになってます。前回の動画でも言ったんですけど、今回組み立てたトリケラトプスが覚醒してハイパートリケラ獣王になるという、これも結構いいかもちなみに今回の変形はダイジェスト版になってますので、詳しい変形合体や解説はこの動画で話してますので、気になった方はぜひこちらをご覧ください。ちなみに当然ながら今まで紹介したティラノ竜王、ティラエンペラー、そしてハイパートリケラ獣王、この3体は全部合体しますので、それもぜひご覧ください。はい、レゴクリエイターダイナソートリケラトプスはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターダイナソートリケラトプスに組み替えてレビューしてみました。今回組み立てたトリケラトプスもめちゃくちゃ完成度が高くてとても良かったです。まずこのトリケラトプスに使われているパーツ結構少ないんですけど、少ないパーツでここまで再現されているのが本当にすごいと思いました。ただ一部の造形が簡単になったり可動範囲があんまりないので、ティラノサウルスとペロダクティルと比べちゃうとそこはちょっと劣ります。はい、今回のレゴクリエイターダイナソーはここで終わりと言いたいとこなんですけど、なんと4番目があります。4つ目はレゴクリエイター深海の生き物以来なんですけど、このレゴクリエイターダイナソーなんと7つ目もあります。ちなみに何が作れるのかというと、ブラキオサウルス、アンキロサウルス、サソリ、飛行機です。まさかの7つも作れるというのがめちゃめちゃすごいです。ちなみにブラキオサウルスとアンキロサウルスは組み立てるんですけど、サソリとプロペラ飛行機はちょっと考えておきます。そもそもこのレゴクリエイター恐竜なので、残りの2体の恐竜を組み立てて終わらせようと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。